おはようございます。三振の堂牧雄です。昨日は、詐欺知事屋でしたけれども、今日は、やかぶし、本調子、そして中部位、この中部位って何ねっていうところも、説明します。さっき、辛いものをちょっと食べまして、喉がちょっと痛いです。なのでちょっと引っかかやします。まあ勘弁してくださいね。ということで、じゃあ、A シャープの本調子、ウージル A。 次は中汁、 D シャープ。そしてミー汁もウー汁と同じ A シャープです。はい、これが A シャープの本調子となっております。じゃあですね、じゃあこれを弾く前に、何が、左手大事かというと、中部位ってじゃあこれ何っていうことになるんですが、中部位っていうのは、例えばここが、ここ今中のし中ロー中、6のツボ、のあたりをこう今印しましたけれども、この辺に人差し指を持ってくると、ここで構えるということです。ですか。普通はこうですよね。こうなりますけど、ここに親指と人差し指を中汁、ツボ中ロー六あたりにも持ってきているということです。そこで構えてもそのまま演奏が始まります。ということで、じゃあ、行きましょう。6 7 6 7 8 6 8 7、あだもう辛いの食べてちょっとおかしくなってますけども、876ですね。で、リズムは、タンタンタン丸、タンラ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 ン丸、ランタンタン丸、タンラ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 ン丸で、こっちでやり印でもう一回というところまでしっかりやりましょう。せーじゃあ、中部いいですか。人差し指を中汁、中汁じゃない、中ロー6あたりに持ってきて構えてください。なので8が小指、8のツボは小指、7が、中指、6が人差し指というフォームになります。じゃあ行きましょう。せーの、8 7 6 0 5 6 5 尺中丸5 4中丸、丸もう一回繰り返し、矢印6 0 5 6 5 中丸5 4中丸、丸中しで歌が始まります。中しですね。じゃあ歌、なちかしやうちなまでやりましょう。なちかしやうちな、たんら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 んまる、なかしなちってなります。なかしなちというタイミング、右手のタイミングですよ。なかしなちちかしやうちな、中引いてな、ここマスのすぐ隣に言葉がある場合、声楽がある場合はバチを引いて返したタイミングで歌います。反拍ですね。タン、うん、ピンピン、 OK ですか。じゃあ中しからいきましょうね。せーの、
懐かしやうちな。じゃあ、なかしもう一回、せーの。なかし、懐かしやうちな。はい。で、ここまでやりました。で、中引きます。で、そしてまた歌が始まります。いくさばにな、やい。いくさばに なったと。なってしまった。嘆いてますね。沖縄は、懐かしい沖縄は、いくさばにな、いくさばになってしまったと言っています。いくさ、こっち大変ですね。いくさばに、はい、ここです。めちゃくちゃ大事なポイント。いくさばにのこのにのしゃ、ここ、しゃくは、シャープするしゃくですね。なので、とにかくシャープ。どの音かというと、ここ。ここで弾いている尺とは違うよっていう意味なんですよ。なので僕が、勝手にですけれども、ここ大きくシャープって書いてます。で、歌もシャープしてください。どっちもシャープ。ここの音は、ここの音は、ですけれども、シャープした音は、この音の違い。ここを必ず全部、全部じゃないですよ。ここだけ。ここだけはシャープさせる。と覚えてください。尺。いくさばにのところ。OK ですか?じゃあ、行きましょう。中から行きましょうね。せーの。いくさばにな。じゃあもう一回行こう。中からせーの。いくさばになやい。はい。そしてまた同じのが来ます。まあほぼほぼ同じですね。いくさばになやい。これお囃子ですね。お囃子。囃子がいない場合はもうこれカットしても大丈夫です。いくさばになやい来ました。で、ここから。ここまで弾きましたよね。このタイミングでもう、ここは、左手はですね、中部位から普通のポジションに戻ってください。なやいで中引きました。この丸拍子のタイミングで左手は普通のポジションに戻します。で、なのでこの中は中指で弾くということですね。しきん。はい、これが、しで下げ。しだいに下がる。しで下げ。しきしきん。うまはい。だ。辛いの食べて喉がもう壊れてしまいましたね。しきんうまんちゅうぬという意味です。路上しろあいあいろしっていう感じです。この音程ですね。ちょっと独特。沖縄民謡の独特のところ。飛ばしてみたいって早く気持ちよく歌いたくなりますが、ここは我慢しましょう。しっかりやりましょうね。じゃあ中から上。中上。普通のポジション。せーの。しきんうまんちょうの。OK?
死んだ身がおかしくなってますね僕。じゃあ中条行きましょう。せーの、四季うまんちゅうの、 OK で、まんちゅうので、このあたりうまんちゅうので、丸拍子が休符が来て、そして C 開放弦ですよね。このあたりのタイミングでまた中部位に戻してくださいね。うまんちゅうの中部位ふっと伸ばす、手をも戻す、で中を弾く、中弾いて、中す涙で、もう中部位に戻しちゃってるから、ここを6引、6、7引いても楽っていうことになります。じゃあ、流す涙まで、この、こっちから行きましょうね。中部位に戻してくださいよ。OK、ああ、いいですか？中から行きましょう。はい、せーの。流す涙。はい。流す涙、ダンダンダンってなります。こっからブンジャンプ。 OK、 じゃあもう一回、ちょっと僕も、キムチの影響で喉がおかしくなって裏返りましたけども、中、ここは普通のポジションではないです。普通のポジションはここだけ、ここだけ、この行だけ、こっからもうすぐ移動してるっていう、中部位に。じゃあ中部位に移動しますから、この中は人差し指で弾きます。せーの、中す涙、はい、中す涙、876ですね。 OK、 じゃあ876から1回ここ通して最後までいきましょう。せーの、中部入れよ。せーの、8760、丸、こう、六、こう、尺、中、丸、よし、中、丸、こう、六、こう、尺、中、はい、歌。懐かしやうちな、いくさばになやい。はい、おろす。あ、まあそのまま行こうか。さあ、福祉取りに行こうね。お囃子ここ。はい。中女子金うまんちゅの、中橋、長す涙、あい、長す丸、こう、六、こう、尺、中、丸、ろし、中、丸、こう、六、こう、尺、中、っていう感じです。これは、あまりこう、下手に三線の、装飾っていうのはやらない方がいいですね。例えばですよ、8、一番最初のてっぺんの876よ、これ絶対やめた方がいいやつ絶対やらない方がいいやつ、こういうの。なぜかというと、これはもう戦の歌ですから、ストレートに
聞かせた方がやはり沖縄の先輩たちに届けられると思います。あんまりこう格好とかつけるとアウトですね。こういうストレートな歌詞と曲っていうのはもうそのまま言っちゃった方がいい。なのでこのクンクンシーにもしっかり声楽も、書かれていますから、もうこれをそのまま、やるということに徹するべきじゃないかなと思います。ということで、じゃあ今日は中節ですねでした、そして明日は何を小歌、またこれも難しいのがもうずっと永久に続くんじゃないかなという心配があります。これまだ何十曲も残りありますからね。とりあえずこの声楽のクンクンシーをしっかり制覇しまして、次は琉球民謡クンクンシーとかに移行してもいいんじゃないかなと思います。とにかくいろんなのを全部やっていこうというアホなチャンネルですから、まあ皆さんこのアホな人間に、どうかですね付き合ってもらったらいいなと思います。というかもうそのまま今日は2回続けてこれやってもいいんじゃないですかね。じゃあとりあえずやかぶしで今切ります。